こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日リクエストにあったあのカーブね、カーブ、はい、なんかみんな好きなんだって。まあでもかっこいいですからね。ね、こうな、あのカーブ用の秘密兵器のボールね、改造済みだから。素晴らしい。どこ蹴るかだよね、はい。まあ今これボール中心じゃこんな形だ。で今あっちのゴールに入れるのにここだよね、ここね。で右足のこれ右足なんだけど、この辺り、この赤いテープともうちょっとこの上の辺りをね、こすり上げる感じだよね。こする感じね、っていう感じで、あっち側にゴール見えるかな、中村さんで見えないかな。あっちにゴールあるんですよ、ね、玉拾いも入ってるんだけどね今ね。あそこに向かってちょっと蹴っていこうと思います。これね、あーそうだ、一個大事なの忘れてた。ここ蹴るよって話したんだけど、ここ助走がここなんだよ。ね、つなぐように走るね。でさらに上に走る力をフルにね、回転に変えるっていうところね。あ、曲がりすぎちゃった、ダメだね。もう一回行こうかな、助走から。なんかちょっと入んないね。でもちょっとこれだとテープ外した方がいくかな、きっとね。回転ちょっとこれかかりにくいよね。言い訳じゃないからね。あのビニールテープはちょっと滑るからね。でこれで決めたらほら嘘ないよね。そうですね、言い訳じゃないよ。ほら入ったじゃん、ほら入ったじゃん。かっこいいよね。ね、じゃあもう一回ね、嘘じゃないとこ見せるね。大丈夫かな。やっぱりない方がね、蹴りやすいんだね。さっきのこの回転ね、こういう回転で行くね、ここで、あー乗っかっちゃった。やっぱりカッコつけるのにそれもう一回行こうかな。これ決めたいな。でもう一個いくつかポイントあって、足最初助走ね、この向きなんだけど、この時足閉じない方がいいかな。こうやってね、足閉じないで開いたまま、この肩幅からこのままから行く。でまあとにかくね、早く行くことと、あとここのブレーキは大事でしょ。でブレーキで上に蹴ってく。でもスピードでこうでしょ、上にこの向き、ボールのさっきのね。ああ今結構頑張ったよ、もう一回。ほらやっぱね、ビニールテープ邪魔なんだって。ビニールないところで行こう。そうしたらほら、あ、そっかそっか、大丈夫だから。あーちょっと、あ、ダメだな、今気持ちこもってたんだけどな。待って、もう一個。ちょっと今弱えな、ワンマンしてるもんな。ダイルがいいな。いった、どうだ、よしっていう感じね。はい、じゃあ中村パート行くよ。いや中村さんはもちろんサクッと行くよ。あのビニールのとこやった方がいいよ。ここですよね。そう、そこ、こうじゃない、こういうイメージで作ってる。じゃあこのまま、そう、この通り蹴れば、いや、うわ、曲がらない、ね。え、そこ狙ってんの、狙ってないの、ビニール。ああ行くんだ。いや、あーでもワンバン、ちょっと理想違いますね。全然かかってんじゃん。うわさ、やばいよ、追い込まれてるよ、だんだん。いやー
あーちょっと消耗が激しい。ちょっと足りない。曲げるってね、結構ね、俺正直もんだからさ、そろそろやんないとね、時間だね。あーください。決めるまで帰れませんだね。帰れませんで、いいでしょ。ちょっとインチキ、もう一本決めて終わろう。あちょっと待って、ワンパンで終わるのちょっと悔しいんだよな。ダイレだよね、ダイレクト。違う、ちょっと雑になって焦ってるよ。最後決めて終わるイメージ。バカ野郎、待って、タイムリミットはやめて。ゴール！やった、終わります。よかった、入ってね。ねえ、じゃあチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。